本日は、朝倉海バースアーチュエッタへの10名のプロ格闘家による勝敗予測や、両陣への注目つけを見ていきます。約3年前の大晦日は、堀口京一選手のカーフキックに沈められ、約2年前の大晦日は、大きくも色松選手と3ラウンド戦い抜くも判定負け、そして今年こそ笑って年越しをしたいと願う朝倉海選手ですが、戦う相手はアーチュエッタ選手で、元ベラトロージャという本物、 ここで勝利すれば、一気に USC への道も見えてくるため、朝倉海選手の今後の格闘家人生の大一番とも言います。そんな試合には数多くの声が集まり、より精緻に考察できるように、まず5名の軽量級の選手の声を見ていくと、まず1人目に大久保選手は、アーチエッタの強みは唾液とタックルの見分けがつかなくて、攻撃のテンポが速かったですね。唾液に関しては威力のあるパンチとかは僕の試合では出なかったし、 蹴りもほとんど蹴らなかった。と、やはり打液については心配しなくていいと考察。続いて、朝倉海選手については、唾液の点で当てる力が強い。かなり痛い唾液を打ってくる印象があります。あとは、テイクダウンディベンスでの腰の強さですね。僕が論の下でクラッチ組めたら結構倒すシーンあるんですけれど、倒せないシーンがあって、腰が強い。と、アーチレッタ選手といえば、レスリングベースの選手ですが、倒すことができずに終わるのではないかと分析。その上で、アーチレッタは、 レスリングでいくでくしょうね唾液もやりながらタックルにどんどんいってそして勝敗予測に関しては僕がアーチレェッタとやった時にパンチが何発か当たってパンチに対する反応がそんなによくないと感じたんですよね甲斐選手は僕よりパンチの殺傷能力があるので僕がやった感じでは甲斐選手の2ラウンド KO 勝ちを予測したいと思います 1>, 1ラウンドテイクダウンを取られるんだけど、立ってしのいで2ラウンド目に右ストレートで KO するかなと浅倉海選手の2ラウンド KO 勝利を予測していました。次に石渡慎太郎選手です。石渡さんは井上直樹パースアーチエッタ戦を見て、アーチエッタのうまさを感じたのはバックの攻防。井上選手はバックを奪いチョークを仕掛けたが、アーチエッタは顔を下げてポイント外していた。さらにアーチエッタが同じようにバックを奪った時は、チョークだけではなく腕をコントロールしたり、 肩固めに移行するなど、ポジションを重視した多彩な仕掛けがあって驚いた、とやはりレスリングのうまさを指摘、ただ朝倉海選手のミスター、モテア戦での待機の攻防も踏まえ、アーチェット選手は打たれ強い選手ですけれど、会場のパンチをもらったら意識が飛ぶと思います。 O、もあり得ますすパンチは2個当たると聞くんです最初の右の一発目で顎を跳ね上げて、開始の左フックが顎に入ると効きます。と、朝倉海選手の慶応勝利を予言していました。三人目に北方選手です。北方選手は、普通に戦えばアーチエッタに武があるとしながらも、朝倉兄弟がライジンを盛り上げてきた。朝倉兄弟が勝つ方が今回も盛り上がると率直な思いをとろう。そして、 朝倉海選手の唾液は誰もが認めるところで唾液の殺傷能力は今の日本人ファイターではずばぬけて高いとその唾液や膝蹴りなどを称賛しそして アーチレッタはスロースターター朝倉海選手もスピードは勝っているだから最後アーチレッタが登りきってくる前に決めるしかない勝敗予測的には希望も含めて言うと朝倉海選手の1ラウンド KO なんですねと朝倉海選手が勝つなら1ラウンドしかないとエールを送っておりました4人目に伊藤選手です 伊藤選手と朝倉海選手といえば元アウトサイダー出身同士ということで互いに昔からし合う中ですが伊藤選手はアーチュレッタ選手は大久保選手の上位五冠みたいな選手と既に大久保選手相手は1勝1敗と引き分けている朝倉海選手今回より強敵と戦うことを改めて指摘するも海君は本当に大晦日かやっぱなんか うん、あの、負けることが、やっぱあるんで、仏の顔も3度真似と言いますか、4度目の正直をここで見せてくれたら、やっぱ会場も爆発しますね。僕はカイ君の2ラウンド KO で予測はします。と、やはり仲がいいのか、カイ君と久しぶりを込めて呼び、朝倉海選手の勝利を予測していました。最後5人目に、堀口京衣選手です。 同じくベラトールファイターですが堀口選手はアーチェッタはガチャガチャ攻めるんでカウンターをカイ君がアーチェッタの顔に当てるかなともしかしたら早い段階でカイ君が勝つのかなと自身も一度敗れている朝倉選手の唾液を高く評価でもアーチェッタがカイ君の唾液を潜っちゃえばアーチェッタが泥沼にはめて勝つんじゃないかなとだからお互い武器があるのではめた方の勝ちですよねとして言いました なお、試合直前に行われた超飲式でもアーチェッタから、誰かさんが逃げたから今回の超飲式がある、と皮肉を言われていましたが、堀内教授選手、改めて昭和予測について聞かれると、一発を持っているのは回、それをしっかり防いで、トルマーにはめるとアーチェッタが取る。お互い強い部分が違うので、両方に可能性があるかな。 と両方勝つ可能性があると言及していました次からは階級が大きく違うものの5名の有力者の声を見ていきますまず1人目に金原選手です金原選手は下位の怪我次第どこまでコンディションが戻っているか 彼は拳も足も両方不安な部分があるので、試合中に怪我することも想定される。彼がどこまでその怪我なく3ラウンド戦えるかが僕は勝負の鍵になってくると思っていて。と、朝倉海選手、アーチェッタ戦やヤンジオン戦でも試合直前の怪我で欠場し、対戦相手のアーチェッタ選手からも、やはり彼は口だけのファイターで特別扱いを受けて試合を組んでもらえるような立場だった。 怪我をして戦わないといけないが、直前で彼は逃げたので弱虫だと思っていると言われたこともありましたが、怪我だけには注意してほしいと指摘してました。金谷選手を続けて、もし万全に本当に普通に怪我なくそのままできるんであれば、俺は海が判定で勝つと思っていますと、元々は朝倉兄弟が上京した際に仲が良かった二人ですが、改めて朝倉海選手のその強さでアーチエッタ選手に勝利してほしいとコメント、そして 前回、ミクルが負けたことで、カイも勝たないとダメだって気持ちが出たと思う。日本の格闘技界のために、カイには勝ってほしいと願望も込めておりました。次に、ヤーマン選手です。ヤーマン選手は最近、JTT に復帰したことで話題を集めましたが、勝敗速については、忖度なしで普通にカイ選手が勝つと思う。と、まずは朝倉カイ選手の勝利を断言。その理由を、アーチェッタが大気でカイさんに勝てるとは思えない。テイク。 組の展開になっても、甲斐さん腰が重いから、完全に背中を取られるという展開になるとは考えられなくて、1ラウンド、2ラウンドで多分組んで、組んで、組みまくって、アーチェッタが、 疲れてしまったところを3ラウンド目、打撃でカイさんが押して勝つと思う、敬語とかはなさそうだけど、と逆に敬語はない形で朝倉海選手の勝利を尽くしていました。そして兄朝倉三来選手は、榊原代表との対談で、立場としても弟である朝倉海が勝つとしか言いようがないんだけれど、としながらも自身のチャンネルでは、弟海は年末ほぼ全敗ということだが、俺は大ミスが出ているけれど、全勝なのよ。 俺が。で、絶対両方出ていたじゃん。一緒にほとんどが。 俺が選手としててたら朝倉海は絶対に勝てないのでも大晦日で今回俺が出ないから本当に俺が出ている大晦日は全部多分負けていると今回自分は戦わないためその分分析に時間を使えセコンドとして有益なアドバイスを送れると考えたのが言及続けてマネルケープの時も堀口選手の時もただ前回の大井久保選手の時には入ってないただ正直今回は得意なタイプではあるよねと多くの選手から大井久保広松選手の上位互換と評価 されているアーチェータ選手ですが戦いやすい相手のはずだと考察それを聞いた浅倉海選手も今までとは比べられないほど対策もしているしテイクダウンディフェンスも今までよりもさらに強くなっているので。 と勝利を約束し朝倉未来選手も KO する気がするけどねズバッとねと改めて朝倉海選手の勝利を予言していました4人目に今まで数多くの試合の勝敗予測を圧縮てきたストラッサーキー選手ですストラッサー選手は1ラウンドで早めに仕留められるのであれば朝倉海選手やはり前回の元谷戦で見せた打撃で相当評価が上がった とやはり朝倉海選手の膝蹴りなど多彩な打撃技について指摘しかしそれ以降に長引くならアーチェッタ選手実際アーチェッタ選手の判定勝利すると思うが10回やって1回でも引くのがアーチェッタ選手確率論でガチに当てにいったと自身もベラトールで戦ったことで5ラウンド戦い抜きベルトを巻いたこともあるアーチェッタ選手を評価していましたなお最後に朝倉海選手の恩師である前田明さんはアーチェッタの印象は相手のリズムを 取らせないんですよ。相手の戦いやすいリズムを潰して、自分のいろんな攻撃をねじ込むのがうまいんですよね。アメリカの上位で戦っている選手の共通パターン。海は逆にアーチェッタのリズムを崩さないといけない。と語るも、浅倉海選手に勝つための対策も授けたそうで、膝蹴りの根本的なやり方や、接近戦での膝蹴りを教えました。海のハンドスピードになれないうちに、詰めて膝の連打からパウンドアウトというパターンしかないと思いますね。と、マナデシの勝利のために時間を作るも、 朝倉兄弟はパンチしかない。試合が、試合が長引くと削られて判定でやられちゃうでしょうね。朝倉兄弟に対して寝技でどういう対応すればいいか、アドバイスする人間がいない。実は隠れているかもしれないけれど、パンチやキックが微妙になってバランスを崩すと自滅しますからね。自分の威力が出せるタイミングや間合いを崩されるとダメなんですよね。 組まれてただ崩されないだけでは海外では通用しない。日本でやっていても USC の上位には勝てないんですよね。と今後の練習内容についても提言。そして最後には30歳でしょ。アメリカでチャンピオンを取るなら3年以内。アーチェッタに勝って喜んで日本に残っているようでは海のキャリアはそこで終わりですよね。チャンピオンになりたいなら早くアメリカに行くべきという言葉で動画を締めていました。最後にまとめてみると 同じ軽量級の堀口選手や大木久保選手からは朝倉海選手が勝利するのではないかと声が多く集まる形になりました。 しかし、損度ない昭和予測をすることで知られる、ストラッサー・キーさんや、前田明さんからは、やはり北米の団体でベルトを巻くことは、伊達ではないとし、アーチェッタ選手の勝利を予測する声が集まりましたが、今回もし、朝倉海選手が勝利するようなことが起きれば、USC のフライ級に乗り込んでも勝てる可能性がぐっと高くなるかもしれません。既に朝倉海選手は、USC の社長ともお会いされ、契約間近と噂されたこともありますが、前田明さんが言う通り、キャリア終盤に向けて、海外で活躍するところも見ていきたいです。以上今 今回は朝から会バースアーチュレッダーへ集まった声を中心に見ていきました。ぜひどちらがと思うか、皆様の予測もコメント欄で教えてください。試合後、当てた方がいたか振り返ってみようと思います。なお、試合結果速報も公開予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でも終わりお会いできるのを楽しみにしております。